みなさん、こんにちは、あやぱんです。本日はお友達とその友達が利尻島へ沖縄から遊びに来てくれました。アナビンで利尻島まで来てくれました。あやぱんスタイルの島民と触れ合い旅のスタートです。まずは私のお店チコガレージへ向かいたいと思います。利尻が沖縄の離島のような雰囲気に、花ちゃんの歌声に利尻島民も釘付けでした。島民スタイルあやぱんプレゼンツ利尻島ふれあい観光のスタートです。到着した日の夜、利尻島一食目は靴形にある居酒屋かもめさんへ。食べて食べて。トロトロ。どうして急に変わるの？なんで怖いの変わるの？リシビは来た方がいい。来た方がいいよ。沖縄人からの一言でーす。絶対信用されないですよ。絶対渋いけーちゃん。全部さっきの美味しいですよ。めっちゃ美味しい。やばい美味しい。やばい。一覧中がリシビのウニを食べる。色はどうですか？色はまあどこでも見るような色じゃないですか。これはね、紫ウニです。紫ウニ、バフウニではない。ではないですね。まあ沖縄でも見るかなっていう色なんですけどね。ああ沖縄で、うん、目つぶった。美味しいか。この甘さ、この濃厚さ、沖縄の海では、めっちゃいい。いいね。本格的。めっちゃ似てるよね。
マジっすか、ね、いいね、これは何のやつ、何のやつ。2日目は二日酔いを心配してお昼からのスタート。まずは忘れなぐささんから。お昼ご飯を食べたら観光スタート。この日はあいにくの雨で、しかも寒すぎて、みんな沖縄の冬って言ってました。リシリンが温泉に入っているカントリーサインや、鬼脇のカモメ自販機の前で記念撮影。観光の方に有名なミルピスさんへ。時系列は忘れてしまったのですが、ポルトコーヒーさん、姫沼展望台、寺島さん、おたどまり沼まっちゃんの店、千宝市岬公園、そしてチコガレージです。この日の夕食はアンバロンさんで乾杯スタートです。ストール、もう3日目に突入。私はお仕事で付き合えなかったんですが、やはり昼からの行動で、ランチは超有名店ラーメンミラクさん、そしてなっちゃんが希望のセイコマの作りたてホットシェフすじこおにぎり。時系列が分かりませんが、鬼脇の資料館、次の場からのチコガレージ。はい、戻って。動画。早く。早く。始まってんで。カット？はい、リシリ。これもまたパカって開くの。そう、頭に開く。うん。まあまあまあ、ウニはね。沖縄にもあるもんね。ウニはね。ウニもありますからね。ウニあるよね。どこで食べてもまあ多分一緒でしょう。ね、うん、沖縄だし。はい、食べてはい。はいはい。スローで急にする。甘い。なんえ、めちゃくちゃ美味しいやつ。これは沖縄では食べれない。これはもうちょっとあれだ、この来た方がいい。リシリン、いや待って、めちゃくちゃ美味しい、本当美味しい。あ、よかった。今のスだね、冗談抜きで美味しい。でも同じでうまい。え、臭みがない。サワー。4日目もお昼からスタート。押し止まりのグランスポットさんでカレーランチ。この日は押し止まりでみなとビアガーデンが開催され、そちらを見に行ったようです。1日限りのフェリーの見送りイベントも見てきたそうです。お天気はいまいちだったのですが、雨に降られることもなくてよかったです。
楽しかったです。お見送りイベントの参加後はチコガレージで0次会スタート。その後は靴型にあるふるさと食堂さんでちゃんちゃん焼きの夕食。2次会はバーテッチでした。そして最終日、利尻町役場さんでリシリンと撮影。ランチはアンバロンさんでスープカレー。あっという間の4泊5日でした。楽しんでもらえたみたいでよかったです。皆さんも利尻の方と触れ合い旅おすすめですよ。きっと利尻が大好きになるはず。本日の動画はここまで。また見てねー。